どうもフレデリカです。今ね深夜で外で動画撮ってるんで静かに行きたいなと思います。今日から人気のゲリラダンジョン毎日9時間出現ということで、15日までね狂連の洞窟がね9時間分出るらしいです。でこの狂連の洞窟ね、まあ、1周あたり経験値2億ぐらいもらえて、まあ、かなりねうまうまなのでぜひこの機会に周回してみましょうということで今回ね動画撮っていきたいなと思います。簡単なね編成と立ち回り記載してみました。リーダーがジョナサンと山竹ですね。で落ち込んだしバッチで山竹の裏には赤犬武器継承してます。赤犬武器がダメージ吸収と花火にしてくれるスキル持ってるんで今回採用してます。ジョナサンとシバドラには重いスキルね、おすすめはコンボドロップ強化持ってるマドゥ武器とか継承してみてください。で赤犬の代用としてはジョナサンに花火のスキル五右衛門とかを継承してで山竹の裏にダメージ吸収と無効貫通がどっちもできるスキルメニットとかあとはハンターハンターコラボの羽毛筋とか継承すれば OK です。一回ねジョナサン打ってジョナサンにね無効貫通のスキルがあるのでジョナサンのスキルそのまま打ちます。で2回から5回はシバドラ打ってでボス赤犬武器ずらすだけです。ってことでよかったらねこの機会に周回してみてください。以上。ご清聴ありがとうございました。